彼氏が飲み屋さんの女性とアフターするのが嫌です。平さんみたいなカウンセラーになるにはどうしたらいいですか？とても若い男性からいただいてますね。僕みたいなカウンセラーになるにはどうしたらいいか。まず食え。そっからスタートだな。太ってから聞こう。終わり。終わり。終わり。そうですね、彼氏が飲み屋さんの女性とアフターするのが嫌です。アフターっていうのはですね、お店が終わってからもう一回ご飯食べに行こうよとか飲みに行こうよっていうのがアフターっていうんですよね。同伴出勤っていうのはその営業前にご飯食べたりするんですけれども、嫌だと伝えてもするので効果的な言葉はあるでしょうか。ちょっとそっちのボリューム絞っといてくださいね。沖縄ですね。はいはいはい。沖縄方面の人はもう飲みますからね。このことでお伝えしたいのは、ちょっとでも減ってくれたらと思いますということですが、それは全部失敗します。オールオアナッシングです。もう全くいかないか、まあごまかしていくか、どちらかで。問題はですね、なんでこんなにちょっとでも減ってくれたらっていう弱気なんでしょうね。例えば皆さんはここで試験に出るポイントっていうのは、日本人が非常に多い悪い間違ったパターンなんですね。それはどんなパターンかっていうと、皆さんこんなこと思ったりしてませんか？まあいっか、私さえ辛抱すれば、俺さえ辛抱すればそのうち分かってくれるんじゃないのっていうやつ。お聞きします、分かってもらったことありましたか？かつてほとんどなかったんじゃないですかね。あなたがですね、いつか分かってもらえるだろうというふうにして言わないことは絶対相手に伝わりません。あなたが言わないことを相手から見たら、これは OK なんだなというメッセージになりますから、伝える必要はあります。でも問題は伝え方。怒らずにどういう風にして伝えるのかっていうと、はっきり嫌なんですよっていうことを言えばいいわけです。私はあなたのことを愛したいんだけれども、これが続くと私はあなたのことを信じられなく愛され、愛することができなくなっちゃう、だからやめてほしい。まあ、それでやめない人っていうのであれば、もう変えた方がいいと思います。それよりもあなたはなんでそんな浮気男を選んじゃう。非常に多いのは、こう言いながら選ぶ男はみんな浮気男なんだよっていうことですね。で、それはですね、あなたはコミットメントって言うんですけど、どこかで結婚とかそういうものをちょっと先延ばしにして、もうちょっと遊んでから結婚したいなっていうパターンの場合に、これにはまることが圧倒的に多いんですね。だからまず本当にあなたが結婚したいとか、ちゃんとしたパートナーシップを組みたいと思う時に、あなたはやっぱりちゃんとした人を選び探すはずですから、まずは彼にこれはもうやめてほしいっていうことをぜひとも伝えた方がいいですね。ねえ、沖縄の方はあれですもんね。私も2週間前、沖縄経由で南大東島に行ってきました。私は温泉が大好きなんで、沖縄の那覇では国際通りのちょっと裏の立花立花湯ってありますよね。毎回あそこで、戯れていますね。今日の動画お役に立ったらグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの皆さんはチャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。
東北の皆さんにお知らせです。10月14日月曜日祝日、仙台で講演会をいたします。13時30分から16時30分まで平ワンマンで喋り倒します。皆さんからのご質問も受け付けて答えます。場所は仙台駅のすぐ近く、エルソーラ仙台28階の大会議室です。5500円頂戴しますけれども、神戸メンタルサービスの講座1回分3300円を無料視聴できるチケットプレゼントもあります。もしよろしければ私と直接お会いしませんか。10月14日仙台でお待ちしてます。